こんばんは、吉田孝代です。今日は、季節柄、だんだんこう今皆さん花粉症が始まってきたようで、だんだん辛いお姿を見ていまして、ちょっと皆さんに簡単に花粉症のことについてお伝えしたいなと思いまして、動画を撮りたいと思います。まず花粉症なんですけれども、皆さんどうですかね。鼻水とか目がかゆいとか、いろんな症状があると思うんですけれども、その花粉症っていうのは一つのアレルギーの一種と思うんですけども、簡単に言うと体の中に溜まってる不要なものを出したいっていう体の正常な機能が働いているということなので、あんまり悪いイメージはもう私は持ってないんですけども、私自身が花粉症じゃないので、花粉症の辛い人からはそう言うと怒られてしまいますので、申し訳ないんですけれども、まず溜まってるものが出てるっていうそれだけなので、出しちゃえば本当は楽になります。ただ、出すのが結構大変なので、入れるのを止めるっていう方法をまずしてみたらいいのではないかなと思います。